皆様こんにちは、数学ラブです。物理学、エネルギーに数学を展開するということで、今回はこちらの問題を解いてみましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿しています。また就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題です。質量 m イコール 0.1kg の玉があり、バネ定数 k イコール 1000Nm のバネがある。玉を押してバネを 10mm 縮めて離すと、玉は1秒後何 m 先にありますか？答えは1メートルです。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。バネの弾性エネルギーを U バネニュートンメートルとし、力を F ニュートン、距離を X メートルとします。この U バネを距離 x で1回微分すると力 F ニュートンとなります。この力を1回距離で微分してあげると K バネ定数と呼ばれるものですが、こちらの値になります。バネ定数とはバネに作用する荷重とバネの変形量が正比例している関係を表した数値のことです。今回の問題ではバネ定数は K イコール 1000Nm となっています。この両辺を X で積分してあげるとインテグラル DF イコールインテグラル KDX となり、 F イコール KX たす F0、 F0 は積分定数と表すことができます。先ほど出したこちらの式と今求めたこちらの式、力 F 等しいですからこちらの式になります。この両辺を X で積分してあげるとインテグラル DU バネイコールインテグラル KX たす F0DX となりますので、U バネイコールインテグラル KX たす F0DX、 つまり弾性エネルギー U バネイコール2分の KX 2乗たす F0X たす U0、 U0 は積分定数と表すことができます。では次に玉について見ていきましょう。玉の運動エネルギーを U 運動ニュートンメートル、力を F ニュートン、距離を X メートルとします。運動エネルギー U 運動を距離 X で1回微分すると力 F ニュートンとなります。一方この力 F というのは MA が質量、今の場合は 0.1kg となっています。そして A を加速度メートル毎秒毎秒とすると、この加速度というのは速度 V メートル毎秒、時間 T 秒で表すと dv/dt となりますので、力 F は m dv/dt と表されます。そして先ほどのこちらの式とこちらの式、これ F
が等しいですので両辺を x で積分してあげるとインテグラル du 運動イコールインテグラル m dv dt dx となります。そしてこの右辺の方を dv dt だったのを dx dt とし v で積分してあげます。そうすると dx dt というのは距離を時間で割ってあげますから、つまり速度ですね、速度 v を表すよということになりますので u 運動イコールインテグラル mv dv となり、右辺は速度で積分してあげればいいということになりますので u 運動イコール2分の mv2 乗を足す u0 は積分定数と表すことができます。ではこれまでに求めたバネの弾性エネルギー u バネイコール2分の kx2 乗足す f0x 足す u0 と玉の運動エネルギー u 運動イコール2分の mv2 乗足す u0 から答えを求めていきたいと思います。この2つのエネルギーは等しく、この積分定数 F0、U0 は0ですので2分の KX2 乗イコール2分の MV2 乗という式が成り立ちます。ここから玉の速さを求めると V ですね、こちらを求めると X かけるルート M 分の K となります。ではこの式に実際に数値を当てはめていくと、速さ v イコール距離 x というのは、今問題が球を押してバネを 10mm 縮めて離すということですので、距離の単位はメートルですから 10mm ですので 10×1000 分の 1m、 そして k はこちらですね、バネ定数 k は 1000Nm/m ですので1000、そして M は質量で、今回は M イコール 0.1kg ということですので 0.1、 こちらの計算をするとこの球の速さは 1m/s となります。ということは求める球1秒後は何メートル先にいるかということですので、答えは1秒後に1メートル先にいるということがわかります。いかがでしたか？今回は物理学エネルギーに数学を展開して問題を解いていただきました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまわっておりますので気軽にお寄せください。 Twitter もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。